秩父地方を武功山から望む秩父地方とは秩父山地に囲まれた埼玉県最西,西部の地方である。現在の行政区画ではむね秩父市と秩父郡のうち4町にあたる。面積は約892.62平方キロメートルで約10万人が暮らしている。秩父盆地の地形図埼玉県を横断する荒川の上流部であり、秩父盆地が広がる。 秩父市中心部などには、荒川の侵食作用による貸し断丘が見られる。秩父山地に四方を囲まれており、東京都、山梨県、長野県、群馬県に接している。地域での主な交通手段としては、道路は国道140号の綾貝街道とより意味なの、有料道路、国道299号など、鉄道は秩父鉄道秩父本線、西部鉄道西部秩父線である。 古代、良質の馬や銅産地であった。秩父国造が置かれたり、また、坂東八兵士のうちの秩父氏を排出したりするなど、昔から開けていた地域である。なお、秩父地方に関わる日本史上の出来事として、以下のものが挙げられる。諸説あり、国造、秩父彦命由来説、秩父に多い異常を意味する古語、秩父の基金説、昇乳道の昇乳石の別名。 父石由来説、アイヌ語、父部説、父字説、父母を意味する、父母説など。秩父地方は、中央高知式気候の特徴を持つ。盆地及び山地であるため、1日のうちの寒暖の差、冬と夏の気温差が非常に大きく、他の埼玉県の地域とは異なる気候である。冬の寒さは、埼玉県の他の地域と比較しても厳しくしばしば雪となり、秩父市にある、 気象台で10センチメートル以上の積雪を記録することもある。また、夏の気温はかなり高く、埼玉県の他地域と同様猛暑日も見られるが、湿度が低く、熱帯夜になることもほとんどないため過ごしやすい。天気予報においても、埼玉県南部、埼玉県北部、秩父地方として、独立で紹介されることが多い。また、秩父市中心部の荒川東岸において、 午前中に荒川から武甲山に向かって吹く風を川風。午後に武甲山から荒川に向かって吹く風を山風という。埼玉県秩父郡の範囲この地域を管轄する県の鉄先機関は秩父市にある。秩父市が中心となって秩父地方内で医療や公共交通などで一市四町が連携する秩父定住自立県を形成している。 東秩父村は秩父郡であるが、秩父盆地から山を隔てた東側という意味で名付けられており、埼玉県中部の市長と結びつきが強い。引き広域市町村県組合に参加し、税務行政を除く国、県出先機関は東松山市及び引き群と同じ管轄にされている。また、江戸時代までの秩父郡で、近現代に反応市などへ編入された地域もある。 秩父地方には神社仏閣が多く、祭礼の回数も多い。年間400以上あると言われている。羊山公園の芝桜、武功山秩父夜祭りの出し秩父夜祭り盆地であるため、日照時間が少なく色白美人が多い。秩父美人として知られる。長泥渓谷。ありがとうございます。